俺は日本へ引っ越してきたおバカなアメリカンファミリーと、その隣に住むごく普通のジャパニーズファミリーの物語。ハッピージョージ。なんで俺が犬の糞持たなきゃなんねんだよ。ロブの人生みたいだね。どういう意味だよバカ野郎。バカ野郎。うっしょー、待ってました。ゲームゲーム。てかゲーム一本にこの段ボールはでかすぎじゃ。まあいつものことか。僕コアラのバッチ、一人ぼっちの君のためのお友達風ぬいぐるみだよ。はぁ、くすぐったい。ゲームは俺のゲームは。くすぐったいってやめて。うわっ、へーしやがった。なんだよこのぬいぐるみ。え、肉巻きおにぎりくんのお宅だよね。コアラのぬいぐるみのご注文は。してねえよ。てかなんで喋ってんだよ。あー、注文処理のエラーかも。でもせっかくだし、もしよかったらあげるよ。やねえよ。てか注文したゲームはなんでコアラが届くんだよ。俺のゲームは。口から血が出てる。嘘つけ、中綿だろうがぬいぐるみ。あ、そうだ、返品しよう返品。でもこれじゃ返品は無理だよ。しょうがねえな。え、僕のこともらってくれるの。ありがとうおにぎりくん、超嬉しい。うわ、レロ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 。くそ、くそいって。うわ、もらってくれてありがとう。いや、捨てるんだよ。いや、せめてネットオークションとか。ハッピージョージ。